こんにちは、平山茂です。本日は6月11日金曜日でございます。現在時刻は11時54分ですね。ちょっと今日はまた来たことない公園に来ております。ここはどこかと言いますと、庄内緑地というね、庄内川沿いにある、結構大きい公園なんですけれども、初めて来ました。もう今一通りですね、一周歩きました。非常に素晴らしい。ちょっと言葉では伝わらないと思うんですけど、非常に素晴らしいです。なんかね、ここはね、芝生が広くてでっかい木がいっぱいあって、お花もいっぱい咲いてて、季節のお花とかね、こんな素晴らしいですね。池もあってね、まあボートもあったり、今日も暑いんでね、ちょっとこういうね、緑に来て涼んでおりますけれども、もう金曜日終わりですからね、もう明日休みという方は本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様です。いやいいですね。なんかね、幼稚園児たちがね、みんなでね、遠足みたいな感じで100人ぐらいでね、みんなでお弁当食べてたりとか、すごいですね。いや、ここは本当にお気に入りになりました。ただちょっとあの難点はですね、駐車場が有料です。いいですね、本当にいい。ちょっとね、水分補給だけしっかりしながら。木がでかい。スケボーパークもあるんですね。なんか駒沢公園っぽい、ぽくないか、ぽくはないな。代々木公園と駒沢公園が合体したような感じですね。こう周りをね、自転車とかマラソンできるようにコースになってたりするんで、その辺はね、駒沢公園っぽいですけど。いやー、この広い芝生がたまらないですね。一人で来るとこじゃない、まあ一人でもいいけど、せめてね、友達とサッカーボールとか持って、バドミントンとかね、まあ、スケボーもそうですけど、一人で来たくないな、ここは。もう誰か一緒に来ませんか。ここに駐車場代は出します。お願いします。こういう感じで 1.8 キロのコースと 2.3 キロのコースがあるんですね。すごいですね。さあ、金曜日終わりましたので、明日明後日ね、週末で、まあ、お休みという方はしっかり休んで、しっかり遊んでね。いや、まあちょっと暑いですけど、皆さんね、本当に気合で乗り切りましょう。無理なく、はい。僕もね、もうちょっと日陰で休んでから仕事に戻ります。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。大丈夫って言ってなかった。大丈夫ですよ。大丈夫。